か作戦立ててやるのを、うん、バロランとか一番なんかやり込みがありそうだなと思った。まあチーム競技だからね、決まった時の、うん、チームの共有感半端ないから、マジで面白そうだなと思った。このタレットどうにかなんないの、ちなみに。えこれいやちょっとね、今度トトさん次のラウンドを絵守ってみ、うん、いいよ。あカーテン来たよ、カーテン、カーテン来た。ほら頑張ってるタレット、なんでタレット壊されねえんだよ。えこれ小柄の下へ、これ思いを引き継ぐわ。あね、なにこれ、ショックダーツだ、ショックダーツだ、ここだ。ちょ、あんた展開したらこれ、私進めないじゃない。最後の一人だ。どこいた？そこの裏。裏。右右右、そこの角。うますぎうますぎ。な。間に合うの？間に合いそうだけど。あ、どうだろう。うん、おーええー、マジで。すげえ。味方にトロールいても勝てるな。とっけーなー、トトさん A 行ってみ、 A、 A 行く、 A 行くか、うん、マジかっけータレット置いてやっから、なんだなんだ、観光名所か、観光名所やばない、そのタレットど真ん中に男立ちしてんすごい、すごいマジすごい、うんこ座りって感じ。てか俺これタレットの後ろで撃つだ。やったやった。やったやった。一応やった。やったやったとか言って死んでった。死んだ。もう一回。まだ終わりじゃないわ。ナイス。もう一回。もう一回ここに。勝手に何も見えない。晴れて2台あるからここ。わあ強いね。敵残り1人。一人メインにいる。確定する。ナイス。だよそれ。立川さん。何のカウントダウンなのか。立川さん。海さん、俺ウルト貯めたい。俺ウルト貯めたい。うるせえ。うるせえ。うるせえ。いややっぱその油断しないっていう俺の気持ちの表れだったんですけど、ね。勢いよと聞こえてきたか。俺の油断しないっていう。何のウルトなんだよ。マジで。